パソコンについているものの名前を覚えておきましょう。これは電源ボタン。パソコンの電源をオンにするときに使います。これは電源コネクター。ここに充電ケーブルを挿してパソコンを充電します。これはカメラ、写真やビデオを撮るために使います。これはマイク。ビデオで声などを撮るために使います。これはディスプレイ。パソコンの画面です。指でタップすることもできます。これはキーボード。パソコンに文字を入れるために使います。これはタッチパッド。指でなぞったり押したりしてパソコンを動かします。パソコンによってマイクや電源ボタンの場所が違うことがありますが、できることは同じです。電源ボタンを3つ数えるくらい押し続けるとパソコンが動き出します。パスワードの文字を入れて矢印のボタンをタップすると新しい画面が開きます。タップとは画面を指で軽く1回押すことです。パスワードが間違っていると開きません。もう一度入れ直しましょう。パソコンはカバーを閉じたり、何もしないまましばらくすると自動で止まります。壊れたわけではなく、スリープといってパソコンは眠って休んでいます。スリープの時は電源ボタンを1回押すとパソコンがまた動き出します。パソコンを使い終わったら電源をオフにしましょう。この画面が出たら、このマークをタップしましょう。画面が消えたら、カバーを閉じて、パソコンを片付けましょう。